さて、ありがとうございます。エミリーさん、よろしくお願いします。えー、しかし、よく聞いてみたら、日本人、えー、某選手が〇〇なのは何が問題なのかさっぱりわからないですね。えー、羽生君の結婚話が後に続いているから、えー、セクシュアリティのお話かしらうん。あのー、これは、その選手が、いわゆる、まあ、ゲイであったりとか、レズビアンであったりとかっていう話だったんでしょうかね。一瞬僕も迷ったんですが。 ちょっとど、どういう話だったのかなと。うん。うんなえ。なるちゃんがちょっと特別なんだっていうのは聞いたけど、戦、え、意、ー、してもないし、本人がちゃんと考えて生きていくでしょうから、何の問題もないし、うん。私的には、日本はセクシャルマイノリティは、えー、感覚的には寛容だと思いますよ。で、法律とかお風呂やトイレの話になると、いろいろありますけど、えー、宗教的に NG とかはないですからね。うん。その通りだとは思います。で、日本は、まあ、戦前とか、 えと江戸時代とか、むしろ昔はもっと寛容だった気がするんで、たぶん戦争とかのせいで寛容じゃなくなったのかなっていう気はします、一瞬ね。うん、今も日本では結婚とかはまだできないということは少し少しね、遅れてるかなっていう感じはありますけど、うん、ただまあ、イスラムとかと比べてもまだ寛容だと思いますよ。うんで ただね、日本はフィギュアスケーターがゲイのカミングアウトとか、レズビアンのカミングアウトをしている選手はほとんどいなかったなというところはありますね。以前、すぐに文江選手が私はどちらも行けるっていう話をして、えー、マツコ・デラックスが衝撃を受けてましたが、それくらいですよね。うん。あとはあまり聞いたことがないので、そうですね、ちょっと芸能人とかの,マイあの、そういったあれも少なかったと、うん。言えると思うんですが、カミングアウトは少ないですよね。うん。 おはリコさんこんばんはあの方はアンチではないと宣言されていますがうのファンを嫌な気持ちにさせますよね、えー、長文に混ぜ込んでいますからねあやく流してしまう時があるけれどうん羽生さんに恋愛絡みのニュースが出たらどうなっちゃうんだろうなメドベちゃんクリケットに移籍しただけでひどい目に遭っていたから怖い怖いあそうでしたねこん時はもちろんねあそうだこん時確かになんかあった気がしますねうん この時ね、カブくんテレビは、そんなには、この時は確か僕はまだね、やってなかったのであれですが、でもなんか荒れてたような気がします。うん。なみなみ様、よろしくお願いします。え、キスクライのジスランの翔馬くんについてのインタビュー、ものすごくかくて、それ、初耳だよという内容でした。うん、ネタバレしたいし、カブくんにも教えたいけど、まだこれから読む人、えたくさんいらっしゃると思うんで、一つだけ。 今、次世代の元4回転ルッツの練習に一番時間を費やしていることをおお、これ鬼、鬼情報ですね。おーやっぱり、翔馬くを教えることになったきっかけや、翔馬くの指導方法などがあ、えー、とにかく2ページの記事ですが、 内容は盛り上がり。お、すごいですね。いや、これ世界選手権前に見るのはかなりいいですね。で、もう少ししてファンの皆さんが記事を読み終わった後、どなたか場合によっては、私がネタバレするかもです。だって、本当に知ってほしいこといっぱいだから、おおありがとうございます。かなり気になります。これは世界選手権前に知らなきゃいけないお話がいっぱいある可能性がありますよね。美玄様、よろしくです。 よろしくお願いします。えー、なみなみ様は楽しみ。私もとっても興味があったんで、ぽち入りました。まだ届いていないんですが、やっぱり聞いてみたかった内容なんですね。えー、増し通しいな。早く見たいような。すぐ見るのがもったいないようなということですね。うん。四回転ルッツをやった奇跡のヒントが隠されている可能性があるというのはかなり大きいですよ。うん。はい。 なみなみ様ぜひぜひ楽しみにしていってくださいねそして他にもいっぱいしょうまくんの素敵なお写真や記事があるんで堪能できますよということですねうんそしてこたまさんこちら国体の話なんですが舞ちゃん時差ぼけで珍しく点灯2回また来月社会外で試合大丈夫かなうんねえこれ多分ユニバーシティゲームズのことでしょうかねうんで時差があって で、で,で国体にも帰ってきて、で、実はが、ボケがあったということなんで、やっぱ彼女は結構損して、あの、ね、やっぱり体の面とかいろいろあるから、ね、いろいろこの気にはなりますけども、ね、ちょっと心配ですよね。うん。ユーネアさん、どうもです。カ、え、ム、ー、さん、解説あり、お疲れ様ですね。で、全米選手権は4位までがメダルがあるんですね。どうの次は何ですかなんかね、鈴っていうメダルらしいですよ。鈴。うん。 なんかねスズメダルらしいですよ。で、なんか、えー、敗者復活戦のある柔道みたいですね。あそうなんですよね。うん。なぜアメリカ4位までメダルがあるのか、これはよくわかりませんけどもね。うん。マイク・バーティラさん、どうもです。カブくん、こんばんは。 マイちゃん、得意のトリプルフリップでテントなんて珍しい。うん。いや、本当なんですよ。演技後半で動きが硬くなり、氷に乗り切れず寒かったとのことです、えー。疲れも溜まっているのかな。まあ、今回でワールドに向けた役落としたと思って、あと1ヶ月半以上あるから神戸で愛情ある、優しいカースで練習してほしいですね。うん。なんかね、僕、なんとなくですけど、坂本さんにはなんか厳しい気はしますけど、マイちゃんには中野先生もちょっとね、ちょっとだけ、 ね甘くなっちゃうのかなっていうね、わかりませんけどね。うん。でも、いちゃんとしては、心を鬼にしてると思うんですよ。うん。そんな感じがすごいします。で、いちゃんの時差というのは、アールドユニバーシティーゲームズのことじゃないでしょうあ、多分ね、これでしょうかね。うん。なんこれだと思うので、日付変更さを起こると結構時差に苦しむのは僕も経験しています。あ、なるほど。うん。で、現状最強の、えー、神戸都市に入り込んだ青森都市の、えー、凛花ちゃん。よくやった。褒めてあげましょう。うん。 科目おすすめ通りの演技構成変更大,大成功です。ねえ、嬉しかったです、うん。ちょっと僕も似合って笑っちゃいました。うんえーね、トリプルループにしましたもんね。ノ、う、ー、ん、ミステイスよ、爆発しましたね。全日本語のインタビュー動画を見ましたが、全日本で不甲斐な,ない結果だから4大陸ワールド代表に選ばれた以上は全力を出しますと言っていましたが、その結果が出てきてよかった。 出てきを上回るすごいですよね、うん。いや、そうね、若干上回りましたよね。これがだからできるんですよね。うん、だから連盟がやっぱり選んだ理由っていうのがやっぱりそういうところがあるんでしょうかね、うん。で、トリプルアクセルも持っているし、あとはショートフリーをきっちり揃えれば、最強ライブのレビットちゃんにも勝負が出てくると思います、うん。ショートもグランプリファイナルを思い出して、北米の地での日本情緒豊かな、 人、えー、の舞、期待しています。残る時は酸素不足ですね。あ、そうなんですよね。うん。まあ、とこの体力がね,ね、疲れてしまうところでの演技。うん。ね、でも演技構成は変えてきたし、あとはショートがね、乗り切ってってほしいな。うん。ユーのやさんも言ったです。えー、かばさん、歌手とスケート選手と二刀流の選手ってすごいですね。プロの歌手なんですか日本にもそんな選手が出てきたら面白いですね。あ、あのね、 えとこの選手はね、アメリカのスター・アンドリュースなんですが、彼女は自分の歌をですね、スケートに使ってるんですよ。うんまあ、自分の歌っていうのは、まあ、この曲はね作った歌詞は違いますが、歌ってるんですよね、うん。で、その歌ってる自分の声をフィギュアスケートにしてるっていう、ね。で、実は日本にもいまして、えっとね、板井文也君っていう男の子がいるんですよ、うんで。この板井文也選手、昔東京のシチズンで練習してたんで、あの僕、よく見てました。うん で、僕よりも一つ年下なんですが、僕よりも前にフィギュアスクールを始めてて、で、あの僕があの、ーズに行った時にもう滑ってて、えー、エキシピーションで見てびっくりしました。すごいなと思って。うん。ざと一を演じてましたね、彼は。うん。こう、すごいスケーターがいるなって見てました。うん。で、この彼が、あの、おそらく、まあ、あの、プロに転校したのかどうかちょっと分かんなかったんですが、ちょっと体調も悪かったりしたんですけども、なんかあの、歌をね、歌えて、 表情でやってましたよ、うん、だから、まあ、歌手をやりながら、まあ、あの、フィギュアスケートをするという、えー、人がいますよ。うん。あと、ステファン・ランベールとかもやってたかなやってた気がしますね。でも、滑りながらやってたかどうかはちょっと分かんないです。うん。マリニンさん、どうもです。えー、キッサンドくらい、私も買ったよ。私はこの手の本は注文したことはなくて、で、 店頭でざっと立ち読みして内容をチェックしてあまり読みたい記事がなければ買わない。今回はジスランがジャンプコーチをいつから始めたのかや、ステファンとの代わりや彼のコーチング学の記事を読みたくて買ったよ。 うん、ディスラン・ブリアン、1962年11月22日生まれの60歳、えー、カナダ出身、エルヴィス・ストイクの人に関わると、もともと生態力学に興味があり、コーチから得た知識をもとにジャンプ専門講師となる、40年のキャリア、あ長いですね、うん、40年間のキャリア、60歳若いですねで、プロフィールだけの紹介です。 えー、興,味興味深く読みましたよ。うん。ちら気になりますよね。先ほどのなみさんのコメントにもありましたが、気になります。うん。マルディンさんも言ったです、えー。世界選手権組はリンカちゃん、意外に、意外はじっくりブラッシュアップできますね。うん。いっぱい大会に出たから、それぞれの改善ポイントをつかめただろうし、えー、埼玉だから、下ボケなくて、け、え、が、ー、なくていい。 いい、良い練習ができたらいいね。リンカちゃんはトリプルアクセルはこうしてよいけど、ジ、え、ザ、ー、とクリープログラムの方が得意なんだけど、体力は心配。大変だけど、経験を積むことも今後の糧になるから、ステイヘルシーで頑張れ。うん、本当ですよね。やっぱりこう、たくさんしゃべれて、まあ、安定していく。思い返せば、去年からね、本当、激に良くなったので、まだ時間が足りませんからね。うん、もう、ばかを踏むということでしょうかね。うん。 そして、昭和くんが憧れるイケメンは、高橋大輔さんのフィルナンデスさあ、そうなんですね。なるほど。ピョンチャンオリンピックの後かな、答えていました。え、本人的には男っぽい濃い顔に憧れるんだという、あ、でそういうことらしいですね。うん。なるほど。まあ、確かにフィルナンデスいいかもしれませんね。あ、これら羽生くん、あちょっと待ってくださいね。うん。 様、よろししくお願いします、えー。確かにどんな方なのかは定かではないですが、ネット上で翔馬くんの4回転ルッツ動画に文句言う人はどういう考えなのか、本当にひどいと思います。えー、何が悪いの 彼が試合のない今の状況を心配しているファンに向けてえ、こういうことをしてますよっていう発信をしただけですよね。別にあのジャンプに対してご本人が GOE プラス5とかえコメントしたわけではないし、うのファンだってそんなことは思っていない、うん。でもルッツジャンプを苦手として5年くらい飛んでいなくても、えよもや よむやこんなに早くここまででてるようになるとは思ってなくて、その過程をファンが喜ぶ、共に喜ぶことがそんなに悪いことかなと。うん。で、一緒に喜ぶとは言いませんが、水を差すような書き込みはやめてほしいなと思います、えー。スポーツの世界では日々技術は進歩するわけで、今、えー、現在、翔馬君を含め、羽生さんを超えている選手はいるかどうかわかりませんが、少なくとも全ての選手は超えるべく努力しています。えー、そうじゃないとおかしいし、その先頭にいるのが翔馬君だから、こんなにひどいことを 言われるのでしょうか？うん、かぶくテレビではそんなコメントもありませんでしたが、sns 上では本当に良くでやはり怒りは感じます。うんということなんですよね。びっくりしましたね。今回なんかマイリンくんの4回転握手の成功の時もそうですけども、結構ね。もっともっとね。あの喜ぶコメントが多くなるかなと思ったら結構ね。なんか批判とかもなんか逆にあったりして、なんかそういうこう。素直に喜べないのか？な っていいううのが僕はちょっと感じるんんですよね、うんはい、そして、えー、マリニンクあそうですね、マリニンクの4回転アクセルとてもそうでしたね。羽生さんを超える、超えようとする選手に対して、えー、周りの周知です。彼を超えようとすること、超えることは罪ですかということで、うんまあ、これね、4回転アクセルも、まあ、羽生選手と同じその4回転アクセルということで、まあそういったところも、まあ、比較というかね、うん、まあ、いろいろあったと思うんですけどもね。うん え、ニュー、ニュー、ミュウミュウさん、よろしくお願いします。ここには、えー、そんなことを言っているハニューファンはいないので、えー、ここで見学を知りになるのはやめましょうよ。ここが楽しくなくなるということで、うん。ワイム様、そうですね。ただし、そういうことがあることだけは聞いてほしいと思います、えー。それもネット上の事実です。ですから、これ以上は書きません。えー、すいませんでした、ということですけど、うん。まあ、とりあえずでも、なんか結構周りではね、なんかそういった書き込みがあるということなんで、まあ、それは残念ですね、ちょっと。うん。 はるきさんよろしくお願いします。えっとね。ちょっと関係ない話かな？国体に出た。小田さん、小田さん総合で脅威来季も、えー、現役継続だそうです。で、何でも4回転が決まらなかったんで、火がついて。 来季リベンジということかな。うんえ。高橋選手といい、小田さんといい、え頑張りますねえ。きっとスケートが大好きで、いつまでも滑,滑りていたいんでしょうね。羽生さんは会見の時は、現役復帰は絶対にありませんと言っていましたが、大会でのワクワク感や時々はもう一度私は味わいたいと思うんで、復帰はあってこうしてね、ね復帰する可能性あるのかな、やっぱりね。 でも、羽生さん自身は、復帰は全然考えていないと思いますえ。自分の決めたことは絶対に負けない人です。うん。で、ということなんでね、まあ、プロの世界にね、あの羽ばたいていくということなんですけど、うん。はい。まあ、小田さんね、まあ、来季は、国体だけじゃなくて、全日本選手権とかも出場するようにするんでしょうかね。そこら辺も気になりますね。うん。え、ワイム様も言ったです。 え羽生さんと相馬君では演技スタイルが全く違うと思うんです。か、えー、ブさんそう思いませんかあ思いますよ。演技スタイルは、あのもうこの前も、ずいぶん前ね、えー、からずっと話してるように、羽生くんと小くんのね、えー、演技スタイルはもう全く違いますね。 うん、で、どっちもいいと思いますよ。で、お互いの実力を認めずどちらかの演技スタイルが好きっていう人、あいうフィギュアオータの方はいらっしゃると思いますが、え演技スタイルや滑りの個性の好みは、やはり分かれると思うんで、両方大好きではちょっと無理な気がします。えまた、この二人、性格も生き方も真逆に見えます。あ、そうなんですよね。違うかな。フィギュアスケートはどうしても演技にその人のえ人と何が出てしまうんで、そういう意味でもグッズを買うほどのファンであれば、両方は難しいと思います。うん うん、そういった子は、なんか、かなり熱心なファンの場合は、難しい可能性ありますよね。両方好きでなくてもいいのでは、えー、好きなものは好きで、そうでないものは嫌いでなければいいのあそんな感じでいいと思いますよ、僕も。うん。まあ、この羽生くんの場合は、まあ、まさに山登りをするような、こう、なんて言うんだろう、こう試練を乗り越えていくような感じで、宇野選手は、こう、どちらかといったら、川の流れにこう、沿って、で、なんか、あの、行くような選手。 まあ、自然な感じといううかね、うんまあ、なんとなくそんな感じはし、もちろんね、難しい4回転ルッツとか、えー、まさやは自分たち適量でやってますので、うん、でもなんとなく、なんか流れに沿ってるような気はしますけど、羽生君はこう、なんか、絶対できないだろうっていう壁もこうぶち壊していくような、そういったイメージがありますね。うん えー、キサラキ24さん、ワイム様おっしゃることよくわかりますよ。えー、好き嫌いなんかで決めること自体ナンセンスですよね。という私は白黒はっきりさせたいタイプでした。えー、グレーゾーンは大事ってことを図書化されて学びました。推しへの思いが変な方向に強すぎる一部の方向。 私たちは、盲目状だと思い、スルーするのはこちらにも、あちらにも一番いい方法だと思います。誰かに反応をしてほしくて、そういう反証されるんでしょうから、無視されるのってきついですもんね。誰も反応をしなくなったら気づいてくれるのかもよ。うん、気づけよ。と,と,ということで、私たちは、しょく一応して、5ということで。 えー、さんよろししくお願いします、えー、羽生選手と宇野選手両方を同じ熱量で好きになることができる人がいるのか私の場合羽生選手を知る前は歌手俳優 スポーツ選手など好きな人はいましたが、広く浅くという感じでした。羽生選手はそれまで私の人生で経験したことのない、本当に大げさじゃなくて、雷に打たれたような衝撃がありました、うん。そしてファンになって10年以上経っても、私の中の好きがずっと新記録を更新し続けています。羽生選手はプロになって立て続けに相性を企画して、メディアにの質も増えて、休むことなく新たな挑戦を続けていて、 私もそれを追いかけるのに必死です。うん。で、同時に、この怒涛の転換に幸せを感じています。え、羽生選手とともにある幸せです。で、このような思いを同じ熱量でもう一人なんて私には無理です。うん。きっと、宇野選手のファンの皆さんも同じではないでしょうか。えー、大切な人にめくり合えた幸せを日々感じられると思います。おしかし、最高ですね。うん。ということなんで、おそらくやっぱり、厳しいのかなという、うん。一人、 だけという感じでしょうかねやっぱりねうんえー、やっちゃんちさんよろしくお願いしますえー、翔もくんのインスタのストーリーが来ました今回は4回転とトリプルとダブルアクセル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 やってます何個あったのダブルアクセル123456個がすごいあっ7個6個がうん あれ ?1,2,3,4,5,6 だよね。すごい。うん。楽しそうです。で、予想外にインスタを更新してくれて嬉しいです。ファンの中でも3日坊主で終わるのではないかと半信半疑だったんで、あ、そうですよね。僕もね、思ってました。というのも、YouTube の方でアップルチャンネルはあんまり更新なかったんで、まあそんな感じなんじゃないかなと思ってました。やってますね。うん。今回の宇野選手は、インスタをかなり強く力に入れてる気がしますよね。うん。ワイム様、今見ていきました。えー、楽しそうでしたね。 全日本ではトリプルアクセル、ダブルアクセル、ダブルアクセルについて、ダブルアクセルを2つ飛ぶことは難しくないので、それでも少しでも点数が上がるなら、リカバリーの方法として考えていきたいっておっしゃってましたね。タイムオーバーでさえクリアできれば、えー、たあのっていうことですね。 確かにファンの間でもインスタ3日坊子ですは流れてましたね。YouTube に比べると簡単なのかもしれませんね。うんまあ、YouTube 結構ね、アップロードするの結構時間がかかっちゃったりするんで、まあ、インスタの方がもしかすると楽というか、あとは、まあ、インスタの方があの他の人とつながりやすいっていう感じがやっぱあるんでしょうかね。うん、写真とかも載せられるので。うん、そして、あと部陽子さんよろしくお願いします。株くんこんばんは。 羽生結弦選手大好き、宇野昌磨選手大好きっている方はいると思いますけど、羽生結弦選手のグッズ、本、チケットと宇野昌磨選手のグッズ、本、チケット、選手2人分買っている人いるんでしょうかいるとしたらすごい金持ちでしょう。あお金の問題ですね。まあ、確かに、両方とも本当にそういう同じくらいだった場合、確かにお金がやばいですよね。うん ね、ちょっとかなり興味深いですけど、まあ、先ほどのテラさんのコメントを見ても、まあ、やっぱりなかなか難しいのかなという感じが僕はしてきました。はい、今度、かぶくんテレビに誰かそういった方がいたらコメントをしていただけると嬉しく思います。アーニャさん、よろしくお願いします。かぶさん、こんばんは。羽生さんで潤ううった方たちのギフで、仙台に新アイスリンク設立できそうとのお話がありましたが、仙台近郊の愛知で、 えー、復興の仕上げにスケートリンクを作ろうと県道に大きく看板を設置しているところがあります。えー、仙台空港の近くで東日本大震災で津波被害を受けた地域です。で、現在沿岸部に住むところは、えー、できず、看板があるのも少し海から離れた場所です。羽生さんと直接は関係ないと思いますし、えー、どこまで進んでいる話かは分かりませんが、密かに期待しています。えー、仮に設立さされても羽生さんが 毎日練習に使うにはちょっと遠いので、今後の選手育成のためになるんでしょうけ、ね、ど、気になりますね、うん。えっと、こちらは沿岸部に住む、えっと、この辺りがだから、なんか新しいリンクを作ろうというのがあるらしいですよね。うん、なるほど、これは気になりますね。うん、でもく、仙台部門近くっていうことは、ちょっとま,あまた、 で同じような津波が来てしまった場合ちょっと心配ですけど、うん、まあでもこの辺のね、えー、と場所っていうのがおそらくね、まあ、津波の影響とかもあって結構値段が下がってる可能性もあるんですよね、うん、それもやっぱり関係してるのかどうか。うん 藤原山子さん、よろしくお願いします。赤マリンさん、すぐにさんの情報、ありがとうございます。えー、彼女の演技には見せられますね。かもした雰囲気が私は好きです。うん、あの表情のアクトレスって以前言われていました。な,なんかね、なんとなくね、あの引き込まれるんですよ、うん。表情がもうすごいことで。で彼女は、本番に非常に強いですよね。うん、はい。木更木24さん、よろしくお願いします。私もマリリンマンム様と同じです。 シェマ君は超イケメン、超好み。だけど、スケーター、宇野翔馬が好きで、ついでに超イケメンだった感じなんですよ。うん、なるほど。えー、逆に、あのでもなんかすごいわかりますね。あの、僕も宇野選手の滑りがすごい大好きなんですよ。うん。で、確かにそれにプラスアルファでイケメンだなっていう感じですね。うん。 ちなみに、ちなみに,あちなみにさん、ちなみさんという絵描きの方は、えー、スケートはあまり知らなかったけど、うまくんを見てから、スケート沼、昭和くん沼に落ちた方だったと思います、えー。どちらのパターンもあり、どちらもうま沼にどっぷりハマっていることは一緒ですね、うん。いろんなハマり方をするということですよ。うん、僕はもう基本的にフィギュアスケートが先てですね、宇野選手という羽生選手というやっぱ滑りが好きというん。で、えー、それでもって、やっぱ顔も勢いになったりすると、うん すすごいやばいですね、うん、もう男女,女子もう関係なしにみんな面白いですよ。今回の全米もしいフィギュアもすごい楽しかったし、うん、これから国体見ていきますけど、木更津瑞穂さんも一緒です。 えカム君、ショウマ君のインスタストーリー見たあ、見てないんですよ。実は僕、ある問題があってインスタ見てないんですよ、今。うん。4回転とトリプルトリプに続いて、アクセル段階飛んだんだよっていうね、6連続、やりーな顔のショウマ君もう喜ばすのがうまいんだから、うん。これちょっとツイッターって載ってるかもしれない。ちょっと探してみますね。うん。で、え草田木日4さん、達のキスクラーにジスさん講師のインタビューが載っているそうで、 馬くんについて、このままいけば、何度か世界タイトルを取れるニュアンスは違うかもですが、こんな感じのことを言われているそうです。えー、実際のコーチ引っ張りだこでしょうけど、馬く君のこともこれからよろしくお願いしたいです。うん。ね、なんかそんな感じらしいです。こちらもかなり気になりますよね。うん。あの、ね、このままいけばということなんで、ね、なんかやっぱり、でも、なんかあるんでしょうかね、作戦かなんかが。うん。 レモンみかんさんよろししくお願いします。私は芸能人では好きになった人は全くいません。会いたい芸能人もいません。10代の頃はロックバンドのコンサートやライブハウスに音楽を気に入ったけど、それほど興味を持てる人はいなかった。えかっこいいとか美形とかを思うことはあっても、それだけでした。 うん、むしろ昔の美しい女優さんの写真や映像を見て、うっとりするのが好きでした。それがこの年になって、羽生結弦さんに見られてしまった、うんで。彼ほど美しい男性は見たことない。出会ったことない。まだ時間に会ったことないけど、羽生さんは会いたいと思った人です。うん、ということでございますよ。うん、で、レモンミカンさんは実際に、えっと、ライブに行かれたかどうかはね、羽生さんの生,、えー、生演技か。 はちょっとよく分かりませんけど、うん、でやっぱ生で会いたいっていうね、うん、なんかね、羽生くんのその魅力っていうのは、なんか不思議なオーラを持ってる、引きつける力があるんですよね。うん、もう、本当ね、気になりますね。どんな、本当にね、存在するのかどうかっていうところすらわかんないっていうね、うん、架空な感じがしますよ。でも、フィギュアスケートって、そういうこう、なんかスピリチャーな感じがさらにこうしてくるんで、そういったところもいいなって思います。うん ゆューや,やさん、もう一度です。カムロさん、引っ越しのお手伝いをしているんですね。大変ですね、えー。今日はガーナチョコレートの日だそうなんで、チョコを食べて頑張ってください。<laughs> ありがとうございます、えー。ちなみに私はクランキーチョコが好きです。お、クランキーチョコですか。うん。クランキーチョコでどんな感じだったっけちょっと忘れちゃいましたけど。うん。僕はね、メルシーっていうチョコ好きですよ。うん。今度紹介しますね。あ、あれこの前の紹介したかなクランキーチョコ聞いたことありますね。あ、クランキーでポッキーのチョコだったっけな。うん。はい。 今日はチョコを食べて頑張りたいと思います。まあ、今日はね、あんまり忙しくないですが、まあ、これからバックしていきたいと思います。はい。ではね、ありがとうございました。これで以上です。